日本を離れてパリに来た。お金もすでに底をついてしまった。わずかの金を当てに俺はカメラマンに戻った。週末、写真の整理をしているとき、一枚の写真に違和感を覚えた。足の生えた箱、箱男。1週間後、俺は冷蔵庫に入っていた段ボールを使って試してみることにした。そして箱は出来上がった。怖かった。思い切って外に出てみることにした。とても気持ちが良かった。静かで安全な場所にいるような気がした。透明人間になったような気がした。全てを支配しているような気がした。セーヌ川沿いで一人の女性が俺の存在に気がついた。彼女は画廊の女主人だった。ある晩、彼女は俺に、セーヌ川の同じ場所で会う約束をしてきた。ほんの一瞬しか彼女を見ることができなかった。彼女は一通の手紙を俺に置いていった。中には少しのお金と彼女の住所が書いてあった。不思議な出会いだった。少し後悔した。
俺は彼女の家に行くことにしてみた。俺の好奇心はすでに大きく、箱への興味よりも大きくなっていた。